はい、どうも、僕くんゲームでございます。今回もね、売れ2018マイクラブ動画の方をやっていきたいと思います。今回もオンライン戦やっていきましょうということで、調子がブッフォン絶好調か。じゃあブッフォン使いましょうという、あとはでもこれでいいかな。ベルナーがね、今週自分のチームは A なんでね、まあここをね、あの得点源にしながらやっていきたいと思います。お相手813の方ですね、お願いします。うわー、ロナウドいるな、 A のロナウド確か4点決めてたんだよな、先週のリーガで。やばいよね。で、得点ランクがもうメッシとほぼほぼ差はほぼないですからね。確か25と22なんで。で、スアレスの得点は抜きましたね。確かランクは。で、今1位がメッシ、リーガエスパニョラ、1位がメッシ、2位がロナウド、3位スアレスみたいな感じですね。いや、ロナウドのね、マジで後半の伸びがすごいですね。8試合で14ゴールとかなんとかだとか、そんな感じで聞きました。いや、本当にね、ロナウドはね、マジでもう、ウイレでね、一番注意すべき攻撃で相手にいたら、ってぐらいね、気をつけていかなければいけないですね。まあ、こちらはラインブレーカーベルナー。うん、チェイシング持ちで結構使いやすいと思うんでね。まあ、今週 A だからね。あとは誰だったっけな、A。今週あんま A の選手持ってなかったんですよね。キエンリーニとか B だったけど。まあ攻めますか。まあ僕の結構サイドバックがね、軸となるんでね、自分のチーム。まあ実力的には同じと見ていいですからね。この上がりを待つ。まずファーストハーフ見ていきましょう。こう重心逆を狙いたい。うわ、読まれてるのか。北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。今の形でね、重心逆狙いたいですね。テクニックを持ち合わせるストライカーですね。うわ、ロイス調子よかったっけな、本日ちょっと、はい、相手にどっちだろう。 OK、 いい、マジかよ、要塞マテッチが。 OK、 レナト・サンチェスのその強さ。ベルナ行こう。ベルナ、ベルナスピードめちゃくちゃ速いですからね。ベルナを、ああダメか、これサイドバックを上げて、サイドバックを上げてちょっとおとりに。いや、ナイス。チェイシング、チェイシング。チェイシング。いやー、最後の方、やっぱお相手の方落ち着いてますね。なかなかバランスは崩れないというか。すごい、ベイル。これ取りたいよ。ワンチャン取れる。アウベス。ナイス。そう、今週、あ、アウベス B だ、そういえば。ナイス。カンテ。カンテ。これを早い攻撃に持っていきたいけど、うわマジか、当たった、当たっちまったぜ。どう攻めるか。ダニアウベスさんにマジで頑張ってほしいですね。よし、来た、早い攻撃でネイマールを使いたい。クークークーって感じじゃない。うわ、結構そのそのロングボール系使ってきますね、結構湧いて。危ねえ、これ。落ち着いていきやーって感じですね、マジで。いや、待って、そのパスミスは痛い。これ、まずいね。よしよし。いや、早いね、丸。調子いいのかな。重心逆来るぞ、これ。いけるか。よし、よし、よし、クリアしよう。OK。さあ、ベルナ空いてるけど、ドリで行きたいけど、中央来たの。ネイマール行こう。シュート、どうも。OK、OK、OK。1本目まずね。ちょっと相手の出方を伺いながらといったところだったけど。いやー、これマジで1点が響きそうですね、かなり。1点がもう試合を左右するという。くわ、ネイマールのその OK、 これは大丈夫。よし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 。さあ、レナ・サンチェス中央、中央空いている。さあ、 ベルナに当てて落として、 OK、 これちょっと落ち着くが、ここで一旦落ち着きましょう。でね、ここなかなか崩れないですよね、多分。よし。チャンス。これ仕掛けるか。どうだ。細か
いパス回し。よいしょ、まだまだある、アウベス避けるか。さあアウベス、アウベスアウベスね、オーバーラップはうまくいったけどその後だな、精度がちょっと取れないか。これロイスのね、なんかね、結構すごい。ヘイ、マティッチ。どうする、トップ当てたいんだよな、これ。ただ、ロイスはね、うまく来てるんですよね、ここに、早めに。そのパスミスはまずい。うまくサイド。いや、ナイボ。いや、決めくマジか、今のは決めたかった。これまずいね、まずい。ロナウド来る、くや、やばい、これロナウド。あぶねー、あぶねーず、止めろ。よしよしよし、これはね、あの異次元ズハンドで枠外に送り込むと。うわ、ベルナーのね、あのさっきのフラッセルマジで完璧でしたけどね、流れ的には。ほんと、パスミスがまずい。止めろ。よし。まあまあ前半はね、とりあえずキックオーバーですね。はい。まあ、本当に1点がものを言うかもな、これ。ピンチもね、ちょっと何回かできてるんで、自分の。これ独特のなんかドリブルですよね。あぜ、これ中央、待って、ちょっと待って。よくよく。よしよし。これね、落ち着いて、落ち着いてビルドアップします、これ。もうさっきからパスミスがね、やったら遠いんでね。バルセロナとしては、だいぶ押してましたからね。ここからも同じ調子で、ダニアウェイ。お相手かなり切ってくるんですよね、縦を。引きつけたい。よし。ベルナ、よーし、それベルナ、ナイス。まあ、今、マティッチからね、縦パスのスイッチが入ってね、ネイマールとのワンツーで、まあ、相手がカーソル、多分あそこ合わせづらかったんでしょうね。あのパターンはね、結構。やっぱワンツーで一回伺うってなりますね。あとは速い縦パス。速い縦パスがね、かなり効いてくる。ここで横向きながらここに入れるというね、この斜めに。こういうの効いてくるんだよ。さあ、バルセロナ、先制1対0です。ネイマール。いや、マジかよ。ニアコンループをね、そこにはめたんですけどね。これはチェックいった方がいいね。アウベス。なんか、マジ。抜けてくる。うまい、うまい、やめろ、危ねえ、うまいな、今の、うまい、ロイスのやっぱこの、なんか推進、クアドラードとかもね、なんかロイス系のドリブルするんですよね。OK、これ読んでるね、ここで入れます。スパキャンをね、入れると結構、相手の、伺える。早いプレスが。こちらもプレスいきます。縦早パスじゃねえ。早い縦パス。惜しい。そのタイミングだだだ。ナイス。あ、奪った。これいける。重心逆。うわ、マジか。いい。そこのね、ドリブルの持ち運びはかなり良くて、相手のまあ間合いのところも測れたんですけど。いや、ナイボーだな、マジで。くぅ！オッケー！ナイス。噛んでシュートでもいいぞと思わせて、サイド。アウベス。アウベス。ピンポイントクロスを。と思わせて、もう一回。相手寄せてこないですね、ここ。だったらアウベスオッケー、だったらアウベスですね。もうペナ内であそこ、まあ、重心逆は多分警戒してると思うんですけど、なんとかね、うん、いやーでもあの辺の駆け引き、やっぱり相手の逆をどんどんついていかないとな。
どうしようかなこれ。いやでもこのままでいきましょう、うん、それ体力まだあるんで、まあ、70後半ぐらいで選手交代しようかな。ダニ・アウベスやってくれましたね。まあそこね、結構パターンとしては重心逆を狙うっていうのが一個あるんですけど、多分相手のカーソルがねずっと多分警戒して変わらなかったんで、まあ、あれ狙えたっていうのは良かったですね。アウベスね、なんかそのピンポイントクロスとか持ってるんですけど、なんかこうパンチがありますね、やっぱ。てか前世紀アウベスはね、総合値94ぐらいあったんですけどね、今はちょっと下がっちゃったけど。ベッキャム来たんじゃないこれ。ベッキャム多分最初いなかったよ、ね、マティッチナイスだな、マジで要塞マティッチ。さあバイリーとの1対1をドリブルで、うわまずい、うわ伸びたな、伸びたが伸びた、すごいベッキャム。これまずいね、スパサブ的要素でね、ムバッペ来てますね。ナイス、バイリーに勝て、ナイス。これをこれマニュアルで出すか、マニュアルで出しましょう。なんかバッてやるとね、引っかかることがあるんで。またあれですね、中にあのカーソル合わせてますね、多分そのタイプの方か、そういうことか。さここで、いやこれはまた諦めます。アウベス、くえ、ここで重心逆狙ったけどね。オッケーオッケー、いやー俺あそこで攻撃詰まらせるのまずいな、ちょっと。ただやっぱね、人数めちゃくちゃいるんでね、ペナ内もっと早めにした方がいいか。こう裏に抜けさせてやめるか、早めに、うん、マジで引いてるな相手の選手が、かなり人数がいる。いやいい、マイナス。マイナスグランダークロスいったけどダメか。やばい、これはまずい。レナサンチス、くらやばい、これはまずいね。ワンツーのパターンですね。ネイマール来る、うわもうロナウド間に合わない。裏ケアしてるけどダメだ、今のファーストディフェンダーいけてなかったな。いやアウベスの1点がだいぶだいぶあれ効いてますねこれ。アウベスさん、アウベスさん体力もなくね、あんま。これいや、マジかニアだこれ。うわー、なかなか良かったけどニアか今の。ショートコーナーと見せかけてショートコーナーと見せかけてショートコーナー、クリバリを抜ければ。メッシシュート行こう、よーけ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 、これでいい、これでいい。あのタイミングでもうシュートを打っていきます。でこれちょっとね、次ねニア警戒してると思うんで、ショートコーナーここは普通に蹴っていきます。そこまで警戒してなかったね。そこまで警戒してない。アウベス、アウベス、ナイス、アウベス、アウベス、アウベス、あやばいやばいやばい、ちょっと待って、これまずい。アウベスの先般パスが出てしまった。いやキエリーに3球牧場、アウベスめっちゃ上がってますね。ベルナ、バイリーに、クー、オッケー。いやーということで、なんとかね。いやでもやっぱりペナルティーエリアのとこかなり硬かったですね、うん。まあ、重心逆をちょっと狙いにはいったんですけど、やっぱバレててね、切られてましたねかなり。ただそこを逆つけてね、アウベスでシュート出たのはベストでしたね。いやまあ、今週ダニー・アウベス B なんでね、まあ、オーバーラップ鍵握ってるかなと。いやでも本当にまだまだ、でもねパスミスとかが多いんでね、そういうプレーもっと正確にしてきて、あとこれここで1回ネイマール当てて、この後マティッチのね、このパス、このやっぱ縦パスが効きましたね。そしてベルナー頑張るね。今週はやっぱベルナーの日か、ベルナーの週かな。 OK、 いやでもよう決めたねこれ。いやあんまコースないけどね、あれあんまコースなかったけど。さあということでダニー・アウベスがね、今回またプリプレイ、これうまかったな、うん、あのね回転パターン結構強いんですよね。さあこれ重心逆狙うんですけど、もうほぼほぼコースないんですよね。だからもうここでダニー・アウベスね。自分でいきますこれ。さすがさすがダニー・アウベス、
信頼できるサイドバックですね。さあこれね、振り返りで、まあ、ロナウドのこれ裏ケアというかね、ネイマールもちょっと気になってて、ロナウドがすごいこう回り込むじゃないようななんか動き出しというかね、これちょっと止めたかったですけど厳しいですね。はい、ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしね、まだチャンネル登録してない方いたら、ぜひ左上の僕くんの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。